調整とかはいかがですかね。そうですね、やっぱり1ヶ月空くと追い込むところも追い込めたと思うのでしっかり練習できたと思います。じゃあ、まあ状態はもう万全という形で、はい、今回あの2期生と初対決という形になりますけれども、はい、まあ、印象とかはいかがですかね。そうですね、やっぱり2期生は積極的に動いてるな、積極的なレースが多いなと思って、はい、いろいろと研究っていうかいろいろ見ました。じゃあもう対策的にはやっぱでも走ってみないと分かんないですけど、うん、はい、徐々に掴んでいけたらいいなと思います。また今回のお父さんも一緒ですけれども、はい、そのあたりはいかがですかね。いや、もうかれこれ3回目ぐらいなので特には何も思ってないんですけど、はい、まあ、じゃあいいレースを見せられるようですか。そうですね、はい、じゃあ最後にあのファンの方に、まあ、今回最後の意気込みを含めてメッセージを、はい、あと3日間精一杯走って決勝に上がれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。3連チャンの結構疲れは溜まってるんですけど、気がしっかり抜いたのと、松山の最終日がいい感じに抜け出せて1着取れたので、その流れで今回はいけるかなと思ってます。ちょっとやや疲れの面が心配足的には大丈夫です。しっかりマッサージをしてきたので、はい、まあ、前回ね最終日1着も取れましたし、はい、まあ、気分的にもだいぶいい感じで、はい、いい感じで終われたので今回につなげたかなと思ってます。まあね、前回2期生との対決ありましたけれども、はい、まあ、今回はね石井さんもいますけど、まあ、そのあたり意識はされますか。意識はもうレベルが違いすぎるんであんまり意識はしてないです。ただ自分の力を出し切れればいいかなと思ってるんで、自分らしいレースができればいいなと思ってます。じゃ最後にファンの方にメッセージをお願いします。はい、3連戦の最終なので爆発します最後まで応援よろしくお願いします。今回、まあ、2期生とは2回目の対決になりますけれども、まあ、前回慶応、まあ、学で対戦してみてどんな印象を持ちましたか。そうですね、やっぱり強いなって思いました。はい、まあ、今回も意識はされますか。そうですね、あるんですけど、やっぱ自分らしい競争で、はい、しっかり戦いたいと思います。まあ、じゃあ調子的にも、まあ、万全かなというところですかね。そうですね、まあ、不安はちょっとあるんですけど、競争がいた分、まあ、でもそこは気持ちでしっかりカバーして走りたいと思います。じゃあ最後にファンの方にメッセージをお願いします。強気な競争で積極的に頑張りますので、応援よろしくお願いします。まあ、前回ちょっとねさ決勝2着ということで悔しい結果になったと思いますけど、振り返ってみていかがですか。そうですね、まあ、最後させなかったのは足がなかったってことなんで、練習してやるしかないので、まあ、そこはそこで切り替えてまたレース、違うレースなんでゼロからやり直していきたいと思います。まあ、体調的にはどうですか、調整等の。全然問題ないです、はい。まあ、地元戦ですし気合は入ってるということ。そうですね、やっぱ応援の方がたくさん来てくれるので、その、 応援を力に変えていい走りができたらなと思っています。まあ、決勝終わって師匠にいい報告できるといいですよね。そうですね、最近も終わってから連絡しても怒られてばっかりなんで、ちょっとせめて100点満点中70点ぐらい欲しいかな、はい、前20点って言われたんで。じゃあ最後にファンの方にメッセージをお願いします。平塚は地元バンクなんで、目いっぱい力強い走りをしたいと思います。応援よろしくお願いします。ちょうど中3日なんですけれども、地元開催の疲れが抜けて感じとしてはいいんじゃないかなっていう感じですまあ、練習というか、まあ、調整程度っていう感じなんでしょうか。そうですね、2期生との対決、まあ、2回目になりますけれども、まあ、前回戦ってみてどんな印象を持たれましたか。そうですね、まあ、スタートが早いっていうのと、あとやっぱりそれまでとスピードの変化の仕方が変わったなと思いました。最後にファンの方に、まあ、メッセージをお願いいたします。はい、お願いします。安定して決勝に乗っていますけれども、まあ、状態的にはいかがでしょうか。状態はかなりいいと思います。まあ、今回ちょっと日にちが空いてないですけれども。そうですね。でもまあ名古屋入る前もしっかり練習してきているので、はい、
自信持って臨みたいと思います。あれですね、ちょっとでも鼻声ですよね今。そうですね、ちょっと鼻、うん、喉鼻だけちょっとあれなんですけど、全然問題ないです、気にしないです、はい、じゃあまあ体調的には問題ないということで、はい、まあ、前回の2期生とまあ対決ありましたけれども、はい、まあ、印象的にはどんな感じでしたか。やっぱりどんな動きするか分かんないんで様子見ながらのレースだったんですけど、はい、まあ、ちょっとこう反省点がいっぱいあったんでそこを修正しながら今回3日間走りたいと思います。じゃあ最後にファンの方に、まあ、何かメッセージありましたらお願いいたします。はい、3日間全力で頑張ります。まあ、よろしくお願いします。もうまだ完治はしてないんですけど暖かくなるにつれてだいぶ痛みの方も和らいできておりますので体の状態的には冬場よりも全然いい状態です。最後にファンの方にメッセージをお願いします。はい、3日間全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。優勝経験のある平塚の店の登場ですけれども、はい、意気込み動画いかがでしょうか。今回も自分の競争ができるように頑張りたいと思います。相性のいい平塚ですし、ご自分の中でもやっぱ意気込みは違うんじゃないですか、ね、いやもう展開次第なので、はい、また決勝に乗れるように頑張りたいと思います。大穴が開けれるように頑張ります。よろしくお願いします。一場所を振り返ってみていかがでしょうか。一走一走をいい流れはつかめてきていると思うので、次に生かせるように頑張りたいと思います。まあ、前回決勝にも乗りましたし。はい、ギリギリ運に乗れました。やっぱり決勝は雰囲気も違いましたか。ですね。なんか結構強いメンバーと走れたのでいい勉強になりました。まあ、今回ご自分の中で何か目標というかあったりするんでしょうか。まあ、今回も決勝になれるよう頑張ります。まあ、ちょっとね日にち空いてないですけれども、はい、まあ、調整練習等は。まあ、とりあえず長めに軽く乗ってきました。じゃあ、 まあ今回も、ね、ファンの方応援してくれると思いますので、はいはい、最後に何かメッセージをお願いいたします。確定版の腕を頑張りたいと思います。よろしくお願いします。この2場所を、まあ、デビューから振り返ってみていかがでしょうか。初戦は、まあ、かなり緊張して、まあ、動きも硬かったんですけど、2戦目の静岡ではまあまあ自分の力を出し切ることができたかなと。もう緊張はしなくなりました。だいぶしなくはなりましたけど、やっぱりまだ若干します。まあね、この2場所とも決勝にも乗られてますし、うん、まあ、やっぱ今回もそうですね、決勝にはまあ絶対乗りたいです。うん、まあ、ちょっと日程的にはまあ少し空いてますけれども、はい、練習調整等はどんな感じで。疲れが結構溜まっていたので、まずはまあしっかり休んで疲れを取って、また少し挑戦して、そんなに追い込んだ練習はしてないです。まあ状態的にはまあ悪くはないかなと。悪くはない。決勝に乗って今回こそは確定版に乗れるように頑張ります。応援よろしくお願いします。2場所振り返ってみていかがでしょうか。デビュー戦は緊張もして、初日が雨だったので、なかなかうまい感じで走れなかったんですけど、2場所目の名古屋では、なんとか積極的に動けるようになったので、今回はもっといいレースができて、頑張りたいなと思います。今回なんかご自分の中で具体的に目標とか立ててらっしゃったりするんですか。レースの感じは変わらず前的にゴールに行って、で後半も失速というか疲れを感じて、まあね、今回はなんとか確定版に乗れるように。そうですね、まだ3着以内に、はい、じゃあ最後にファンの方にメッセージをお願いします。2レース間、2場所目よりもいいレースができるように頑張りたいと思って応援よろしくお願いします。2場所を振り返ってみていかがでしょうか。まだ1勝していないので結果合わせるように頑張ろうと思っています。まあ、でも積極的なレースはかなり光ってるなという印象なんですか。出し切るレースを心がけているので積極的に
走ってます。まあ、しかもね、2場所連続で決勝に乗れてるのは自信にもつながってるんじゃないですか。そうですね、そこで決勝で結果が出せればなと思っています。じゃあ、 まあ今回は決勝でのまあ確定版以上っていうのを、はい、そうですね、それ目指して頑張ります。まあ、あの日程的には2週間ぐらいですか、空いてますけれども、ね、まあ、練習調整等はいかがでしょうか。まあ、ゆっくり休んで練習して調整してきました。じゃあ、まあ調子はバッチリということで。はい、そうですね。じゃあ最後にファンの方に何かメッセージをお願いします。3日間確定版に乗れるように一生懸命走るので応援よろしくお願いします。しばらく空いたので、支部の合宿とか、あと仲間と一緒に街道練習とか、その中心にいつもとは違った練習をしました。まあ、疲れの方も問題なく抜けているという感じで。はい、大丈夫ですね。はい。まあ、今回あのまあ前回の慶応学の方で2期生との対決もありましたけれども、まあ、印象などはどんな感じでしたか。やはり新しい新入生というので入ってくると、こう周りの雰囲気も変わったりとか、あとレース内容も変わったりとかして、あのとても刺激が強かったので、私ももっと我慢できればっていう刺激もありましたし、はい、お客さんにも楽しんでいただけたかなとは思います。今回相性のいい平塚になりますけれども、なんかご自身の中で目標とかあったりするんでしょうか。しばらく決勝に乗れてないので、ちょっとできれば応援の方々もたくさん来てくださるので決勝に乗りたいなと思います。じゃあ最後にファンの方にメッセージをお願いします。なんか梅雨に入って天気もあまり良くなかったと言われてますけれども、来ていただいた皆様にはやっぱりデビュー戦から考えると、緊張はだんだん取れてきたと思います。まあ、特に前回では、ね、中村ゆかりさんを抑えての優勝というところで、はい、まあ、価値のあるものだったと思うんですけれども、そうですね、でもやっぱりまだまだ力は全然足りてないので、これからも練習していきたいと思っています。まあ、さて今回その名古屋からね、あんまり日にちが空いてないですけれども、まあ、ご自身状態的には調整等はいかがでしょうか。そうですね、やっぱ調整しかできない開催なので、明日走ってみて、なんか全力で頑張りたいと思います。まあ、やっぱでもそうは言ってもファンの方はね、また完全優勝を期待する方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、一戦一戦一着を狙ったレースをしていきたいと思います。じゃあ最後にファンの方にメッセージをお願いいたします。2世の先輩の胸を借りて、やっぱりそのお守りで応援よろしくお願いします。